さあ、3日目になったな。何人かまた条件出たな。いやー、最近睡眠浅いからな、じっくり寝なあかんな。そう、寝る1時間前にはね、携帯とか触っちゃダメなんですよ。みんな触っちゃうと思うけどさ。うわー、眠い、睡眠浅かったな。寒いけど眠い、相当眠いってことは、寒い時ってマジで起きれへんよね。あれなんでなんやろうね。目の前をテレテレ歩いてるのは嫌じゃないか。最近一緒に行ってへんのや。よし、眠気覚ましに僕の分の卵を勝手に食った罰を与えてやるか。そーっと近づいて。お前ら仲いいな。誰だ？なんかさ、だいぶイチャついて、これ結構二人とも仲いいよな。もう普通さ、こう、見知らぬ人に目隠された瞬間にガチで不審者がって逃げると思うねんけど、ミヤって純粋よな。ミヤどう？俺の手、温かかった？あ、驚く。俺ちょっとミヤのルート行きたいねんけど。そう、逃げなあかんで、ミヤ。さらわれんで。女の子ってどんだけ頑張っても男の子に力負けるからな。空手とかしてる女の子以外やったらね。さすがお兄ちゃん。って違うでしょ。なんでこんな子供っぽいことするの。かわいい妹。俺もこんな妹欲しかったな。僕も妹いるんですけど、僕と顔そっくりなんでね、可愛くないんだよね。朝の卵焼きって美味しいよな。なんかね、僕自分で弁当作るんですけど、昼ご飯一切とではか残しね、ておいたよ。おかんが作った卵焼きと味がそっくりなんですよ。でも作り方が似てんのがね。そう、弁当驚のかせ全な体い的な味よ。もね、すげえね、中学時代おかんが作ってくれた弁当の味に近すぎてびっくりしてんねん最近。おい、ミア、なんで俺の卵焼き食べたんや。卵焼きって美味しいんやぞ。参ったよお兄ちゃん。まさかそんなせこいことをしてくるなんて。卵って朝食べても、てか卵健康にいいからね。ニーニ、ニーニーって呼んで、やっおぱはこの二人よ。仲いいわ。おっと、このタイミングで森島先輩が来た。久々に会ったんちゃう？ミア初対面か。なんか、ミア森島先輩あんま好きじゃなさそうよね。んな描写はないかわか。いい彼女ね。やろう？ミアが顔赤くなった。かわいい。 これがね、自慢の妹のミアです。彼女にしたいぐらいかわいいです。妹さんだったの？そうだよ。そんなにマジマジ見て何ですか？どうあ、ごめなんなんさかい。な。悪い意味じゃなくてね。主人公の顔がわからんからな。髪質とか似てるんちゃうんかな。紹介してほしいな。妹のミヤです。知ってる。三の A の森島先輩ですよね。なんかさ、ミヤ怒ってない？わあ、知っててくれたんだ。なん嬉かしいな。怒ってない？よろしくね、ミヤちゃん。なんかあった？え、なんか BGM も止まってんけど。え、そういう伏線でもある？なこの二人過去に何かあった？もう行く。え、何これ？これなんかどういう伏線？可愛すぎて普通に苦手なんか、過去にいじめられたとか、嫌そんわれなんあちゃっる？たかな。か、お兄ちゃんへの独占欲があって、お兄ちゃんに近づく女ちょっと嫌いみたいな。ダメどっちよ。やろ。そんなことをしたらますます嫌われちゃうと思うし。嫌われたんかもな。しかしたらなんだけど、ミヤちゃん、やきもち焼いてるんじゃないかな。そっちかな。俺もさっき言うだけど、それ。妹ってお大好兄きちなゃお兄ちゃんが、よく知らんなにい女の対し人と仲て良くすやるきなんもちっててなか焼くよ。もん。俺一切なかったんやけど、だそんからな。君が私をかばって怒ったりしたら逆。俺もなかったし、俺の妹もなかったんけど、どうして？こんなことってあるんですか？そんなに仲良くないですから。そうか。それは乙女心が分かってないな。そやな。デリカシーがないからな、僕は。よく言われます。そうよ。
森島先輩とかなり親しくなったな。可愛いわ。やろう。小柄で目が大きくて猫ちゃんみたい。あんな妹が欲しかった。ちょっと森島先輩となんかこう年齢的にも考え方的にもちょっと年が離れすぎてる感あるけどな。しかも可愛くないのに。森島先輩ってお姉ちゃんかな。あ、でもこれあれか、真ん中かな。男兄弟。あ、そんなことないか。いいな、いいな。あ、でも森島先輩 お兄ちゃんいそうよな。お兄ちゃんかお姉ちゃんやろうね。妹ではなさそうかな。そうよね、さすがにダメよね。ただでさえなんかありそうなのに妹になっていいんすか。ミヤちゃんみたいな妹と一緒にお買い物行ったり。これ仲良くなる描写って今後あるん？なんか二人の間に壁があんねんけど。微笑ましい？微笑ましいか。森島先輩もさ、この、まあ、声優さんのことを話すねんけどさ、夜は一緒にお風呂に入って、ちょっとやめてくださいよ。チンコに悪いです。僕の股間に悪影響なんで、そういう話するのやめてもらっていいですか。そうよ。森島先輩とミヤちゃんが一緒にお風呂か、ちょっとたまりませんな。顔赤いわよ。どうしたの？微笑ましい話をしてるだけだ。どうしたら森島先輩になれるんですかって泣いてるミヤを見たすぎる。かわいい。森島先輩との会話で1パート終わるぞこれ。こうして森島先輩と一緒に投稿したマジかよ。これなんなら1イベントって感じやな。一応ミヤのおかげだし、後で少しフォローしておくか。ミヤのおかげなんか。さあ、イベント発生。今の森島先輩のイベントになったから、次も森島先輩のイベント続く？さあ、3日目ですね。あ、森島先輩選べますね。ミヤのように年上の女性にモテたいな。僕がミヤだったら。これが森島先輩の行動やね。他行けるのあるかな？カオルはさっき行けたけど行けない。あ、来た！これ、あやつじさんですね。ちょっとね、まだ周回しなかったんで行きましょうか。奈々崎も選べるけど、とりあえず優先事項は、あやついさんやな。みんなまだ見てへんキャラクターがいると思うから。りほこも、あー、このターン結構選べるな。中田さえちゃんにも謝らなあかんからな。あやついさん行ったらちょっと中田さえちゃんに謝りに行こう。よし、ちょっともう一人、最後の一人、話しかけに行きます。教科書何かさ、あー読めなかった。ごめん、編集で何とかしておきます。あれ、教科書に何か挟んであるぞ。あ、これって先週配られた進路調査の用じゃないか。懐かしいな。すっかり忘れてたよ。僕、小中エスカレーターやからさ、なんかそういう進路とかほぼやったことないんですけど、中学からはまあ進路がやっぱの話が出てくるよね。無難なことを適当に書いて提出するか。この子らってさ、高校生よね。やっぱ大学の進路とかになるのかな。高校2年から進路のこと考えとったかな、俺。そこでこの用紙を誰に渡せば。こういう時に頼りになるのはやっぱりクラス委員長のあやつじさんだよな。ああ、そういう流れであやつじさんと接点が持つのね。あやつじさん、あやつじさんと男嫌いそうやけど、綺麗な顔立ちすぎやしまへんか。こう真面目さが伝わってくるわ。髪型といい目元も純粋無垢。あの、あやつじさん、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。うん。この、ちゃんと同い年には敬語使わへんところいいわ。ああ、これなら私が預かるわよ。言葉遣いがなんかもう、金持ち。これもクラス委員の仕事だから。これでいいってやっぱちょっと硬さが取れてね、仲良くなってくといい子なんだろうけどね。じゃあこれいいかな。かわいいやん。どうしたどうした、なんか揺れている。近っ。あ、ちょっと待って。なに、ここ書き漏らしがあるわよ。その場で判断できる有能さ。ううん、口頭でいいわよ。こういうのって後で書いておくから。帰ってくるもんやねんけどね。パッと見て抜きを見極められる能力、さすがクラス委員長や。了解。
あやつじさんと結婚したら通帳とか全部管理されるやろな。これ何みたいな感じで握られるやろな。なんでもない。今の声好き。あやつじさん可愛いな。ただあなたって見かけによらず面白い将来設計なんだなって。よく言われます。これ主人公の話でもなく俺もよく言われます。本当に目先だけで行動するよねってよく言われます。何も考えてないよねっていう。それについては大丈夫、誰にも言わないわよ。そう、考え頭より先に体動くタイプなんでね僕。あやつじさんそういうタイプの子苦手そうやな。じゃあ私委員会に行かなくちゃだから。えらいな。それじゃあね。とりあえずね、第一印象、いろんな女の子と会ってきましたけど、第一印象というか初対面で一番マシやったのあやつじさんですね。他の5人全員最悪やもんな。カオルは耳噛んできたし、中田さえちゃん乳揉まれてたし、七咲パンツ見たし。最悪やなこのゲーム。まあまさに完璧ってやつだよな。僕も少しは見習わなくちゃ。合わせるとしんどくなるからね、自分のペースはちゃんと持った方がいいけどね。お、あやつじさん紹介しましたね。さあ一気に行動選べなくなりましたけど、んで代わりにここに増えたって感じか。次誰いけるかな。さてと